あの話ってマジだったのか？マジも大マジ。部活においてもケイちゃんの暴れっぷりはいつも見事だからね。私もケイチさんが適任だと思いますわ。俺は負けたくなくて真剣に戦ってるだけで、別に部活を盛り上げようとかそういうんじゃ。ケイチくんは自分で思ってるよりずっと人を楽しくさせる力があるんだよ。そうかな。さすがに持ち上げすぎじゃないか。リカもケイチさんを推薦しますわよね。もちろんなのですよ。ケイチは何でも楽しそうに遊ぶことに関して天才的なのです。ニッパー。待て、大体よ、渡流し実行委員会の仕事なんて知らないから何の役にも立てないぜ。堅苦しいのは肩書きだけだよ。ケイちゃんにお願いしたいのはね、ズバリ叩き売りオークションの司会なんだよ。なんだよそれ。